さあということでこちらパーフェクトの看板マッチ。そうですね、ここ、はい、高木選手とほっそりしましたね。ああ、ちょっと痩せたね。痩せ、はい、ますます可愛くなっちゃって、うん、あ、でも大城選手もなんか髪の色変わったんですね。変わったんです。あ、いいですよしーちゃんがなんかちょっといまいち乗れてないですか最近。うん、多分コントロールが、うん、根本から、はい、できてない気がするよね。だから多分こう練習不足かなとか、ちょっとやっぱ難しそうなフォームではありますよね。まあ、できれば乗ればいいんでしょうけど、今この止めようとしてるわけね、はい、これがねもっと早かったね前は。止めると言いますと前はね、もっと早かった。ここがあピタッてなるのかっていうんですか。そう、ピタッポンピタッポンみたいな。だからほぼこれがちょっと時間がちょっとあるんだよね。あ、ちょっとしっくりこないんですかね、それともリズムで。だイメージがちょっと前とちょっと違うな、うん、まあ、いい親の顔より見た試合まあ確かに、まあ、よく言うマッチメイク、まあ、そういえば親の顔より見てるね。あ、そう、絶対そうですよね。親の顔の10年20年分ぐらいこの試合。そうですよね。あ、なんかあかりちゃんちょっと可愛くなったな。カメラの位置がこう下上げだからね。うん可愛くなったでいい。カメラの位置がちょっと下上げだから俺の中ではもっと可愛い気がする。あ、そう、もうちょっといい角度があるってことですね。そう、この角度嫌い。あ、なるほど。俺の大城あかりロンの中では一番いい角度ではないという角度は、もうパーフェクトクルーには言ってんだけどね。ああ、まあ、だからパーフェクトの方たちは皆さんやっぱこう分かってらっしゃる、ね、分かってるから。大城あかりはどっちかってもうちょっとね、はい、もうちょっとこう、うん、ちょっとフォローがね、最近このフォロー嫌なのよね。こうするやつ、うん、アインフォロー、あーいい、TV スマッシュとも言うけど、はいはい、TV スマッシュとなんかちょっと種類違う気がしますけどね。バインとあーという、なんかカメラの角度ちょっとそうですね、納得いかないです。なんかこの口へのじになってないし、もうちょっと角度上げると。ああ、まあ散々見てきてますからね。パーフェクトはあかりちゃんに合わせてこうカメラ設置されてる、うん、つっても過言ではないかもしれないですね。あら、嵐はこう何解説こうしてくれた。はいはいはい、さすが非常に分かりやすい。頭いいですね松本選手。頭がいいし、はい、あの喋りが、はい、芸達者ですよね。芸、そうそう、あの顔のこう七面相みたいな、うんうんうん、そうそうそうなんです。TV スマッシュ意識してるんじゃないということですけどね。絶対違う。解説としてはいいと思うけどね。そうですね、うん、やっぱ選手の解説って、ああなるほどなって、やっぱ分かりやすい。そう、あ、そういう見方もあるんだって、そう、納得できるみたいなの多いですね、うん、僕じゃ、あ、分かんないことがあれば、なるほど、勉強になることが多いですからね。そのとおり、素晴らしい。 TV ネットだからグダッとんで、グダってないでしょ。どうした、トイレ行きたくなった。うそやん。何、あ、先行後攻、これ入れ替えとかなんかで間違ったんじゃないですか。これ入れ替えなのか負け戦なのか固定なのかみたいな。これ負け戦でしょ、多分負け戦なのよね。あ、これちょっと気になるな。フォローの乱れは心の乱れ服装ね、そのフォロー、そうですよね。あら、なんか掴んだのか。
まあ素晴らしい。さあしーちゃん、俺が変顔、変顔しない方がいいんじゃないって言ったからかな。あ、本人はそんなつもりなかったんですもんね。あれ変顔じゃなくて意外と、あ、それはちょっと可愛いと思った顔だったんですね。そうですよね、うん、それでちょっとメンタルした。だとしたら結構恨まれてるかもしれないですね。あ、あれって意味今日風邪ですかということですけど。ああ、もう本当ひどいです、すみません。長いこと風邪ひいてるんですか。長いこと、あの パーフェクトね、はい、熊本からです。熊本のね、出張でめちゃくちゃ寒かったよ、はい、その時に雨にちょっと打たれた。はい、寒いな。ビッグラン、あ、ありがとうございます。ビッグランド、まあ、まだ分かんないですけどね。ちょっと早かった。ちょっとそうですね。流しで出た。相当早かった、まあ、そうですよね。呪いみたいな、ね、そうね。今日しーちゃんまあいいかもしれないですね。こうやって見るとピンの女子って地味だな。まあそうか、まあそうですね。シュッとしてますね。こうやって地味かな。まあ確かにジャパンの子の方がまあ華やかというか、爪とか、まあ、爪だったりとか、まあ、装飾だったり、こっちはなんかこうシンプルで、はい、うわーすごい、 B、 素晴らしい、 B。 ここは B なんです。まあそうですね。さ、この笑顔の意味は何なんでしょうかね。あ、最初から笑ってましたね今の。ニキの目の前で言ってみる。ちょっとどういうことですかね。あ、ニキ。ニキ。もうその死ぬ人ですね。ドラマだったら。ドラマだったらこれ後で、はい、次の回で死ぬ感じの席です、ね。本当。はい。昔から。そういえば小学校の三木先生にも、はい、咳の仕方が悪い、ちょっとそうすか、よく肺が悪い咳じゃないの。ああ、そうです。ゆうき先生、ゆうき先生、ゆうきみどり子と、ね、あ、女の子先生なんですね、みどり子さん。いやー、すごい名前やなと思って今にして。そうですね、珍しいですね。久子ばりに珍しい、ね、いやいや、久子は普通でしょ。さあ、そしてしーちゃん、ブル。インナー難しそうですね。ああ、まあでもないさ、まあいいんじゃないですかね。あ、でもね、状態ちょっと、はい、でもやっぱりちょっとね、以前のこう、うん、そのセットアップじゃなくて、はい、最下点がちょっと長く感じるんだけど。ああ、そうなんですね。前もうちょっと、うん、ポンって投げたな、うん、ポンってな、うん、おい、本人もでもなんかあんまりしっくりきてない感じですよね、見てると。ちょっと待って、こうきて、おー、素晴らしい。フローが軽い感じかな。だからいいか悪いか分かんない。あら、森田さんの娘さんだ。え、娘さん、森田選手の、あの、大阪。かわいい、ね、かわいいですね。え、マジで。そうそうそう、後で呼んで娘さんを、親子で。あ、親子で。かわいい、親子ペア。さあ、こう。これはどっちになるの。これはチョイスなんじゃないですかね。はい、緑子ってマキバオのお母さんと一緒。確かに、マキバオ、緑のマキバオ、西選手と村松選手ね。おで、前谷選手、朝倉聖也選手と村山選手、市宮選手、松本嵐選手と荒川力選手と。荒川力選手って、
マックス本店広島の方ですね。おお、そうですね。あ、すみません、失礼しました。宇佐美圭選手だ。ごめんなさい。宇佐美選手と松本荒選手が今やってるということだと思いますね、おそらく。そして、西選手と村松選手がベスト4。あ、全然違う。佐竹君、佐竹さん、佐竹選手と西選手が今、うん、ベスト8で戦うところですね。そう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 、村松選手がベスト4進出を確定。これ見えるかな。いや、いいか、これもこっち持ってていいのか。うん、もらっていいのね。先行ハットしてグッて、ね、あ、さすがです。はい、どうも失礼しました。もう随分長いことねされてますから、そう見たくない。すみません。やっぱりレーティングが明らかに落ちてますね。しーちゃん今年勝てないの。それはレーティングが全然違う漫画だ、去年と。はい、去年はクリケットは2位ぐらいですか、3位ぐらいかな。うん、あ、違う、クリケットが強かったんだ。ゼロワンが4位ぐらいだったけど、うん、やっぱ去年その年間チャンピオンになって、うん、まあ、追われる立場になり、はい、そしてやっぱ佐藤佳純選手とか藤野選手あたりがやっぱ台頭していたというのも、まあ、まあそれもプレッシャーもあるでしょうけど、うん、でも本人ちょっとほらパーフェクト途中で欠場したりね。3パット8パット、ハットしてグッ、3パット、あ、本当ですね、うん、よう3回言います。ハッとしてグーッ、ハッとしてグーッ、次もぜひハッとしてグーッ、次したら4回言います。はい、4回出すですよ。はい、まあね、私生活の変環境変化大事と思いますけど、まあそうですね。お、4回言いますけどよろしいですか、ハッとしてグーッ。ああ、素晴らしい、ハッとして、4回聞く羽目になっちゃいましたけど、ナイス、ハッとしてグーッ、ハッとしてグッと、ハッとしてグッと。はい、ありがとうございます。いやいやいや、苦笑いというか、まあ、素晴らしい。ハッとしてグッと。今1回目ですからね。はい、5回足して5を言っていい？はい、まあ、でも、ハッと次ないですか、上がるんじゃないですか、これ、そのまま。来た。おお、すごい。いやー、素晴らしい。うまいわ。もう TV 縛って寝かしてトリニダードマルチダーツスタンド。